週末には多くの人がテントを張る浜松市のキャンプ場です。一人でキャンプを楽しむソロキャンプは今年の流行語大賞でトップ10にも入るほどの人気でした。今日の一品はソロキャンプの夜を充実させてくれそうなアウトドアグッズです。浜松市にある内藤工業です。住宅の手すりなど鉄を使った製品を製造しています。内藤工業が手掛けたのがポータブルロケットストーブ、天狗の小太鼓です。そもそも、はい、ロケットストーブっていうのはどういった製品なんですか？単純に言ってしまうと、はい、同型の J の形、はい、特徴としては非常に燃焼効率がいい。 J の形をした薪などを燃料とするストーブで上に向かって火が上がる仕組みになっています。火がつくとゴーッという空気を吸い込む音がするのが名前の由来です。ただ一般的なロケットストーブとは大きさが違います。今回のサイズが約半分になってます。ソロキャンパー向けに開発して携帯性とか使いやすさを追求しました。重さはおよそ 1.4 キロ。専用のケースにしまえば持ち運びも楽です。ただポイントは小ささだけではありません。火をつけていただいてよろしいですか？はい。なんかお湯が沸騰したような音が、そうですね、音がするんですね、はい、今最適ですねよかった、調子いいちっちゃくしたことによってもうまるっきり予想してなかったんですけど、そのゴーがトコトコトコって可愛い音に変わったんです。でそれが太鼓の叩く音に聞こえるということで、ネーミングに天狗の小太鼓と付けさせてもらいました。でも本当にこれはうまく燃やさないと音も鳴らないし、なかなかやっぱ天狗はこう気難しいところがあるようです薪を詰めすぎず空気の通り道を確保するといい状態で燃えて小太鼓の音がし始めるそうです。また小さな鍋などを置けばお湯を沸かすこともできます。今本当にキャンプブームで暖を取るにしろ調理器具にしてももっと便利な器具があると思うんですよ。もうそこからちょっともうまるっきり別なものを作ろうと思って作りました。こちらの方に座っていただいて。ソロキャンパーの反応は、うちの焚き火で違ってなんかもうおしゃれというか、デザインが好きですね。ありがとうございます。一人でぼーっとしながらするのがいいんで、まあ、この商品すごい僕に合ってるかなと思いましたね。目とね、耳とね、この肌でこう炎を感じて、ただこう炎と会話して楽しんでいただければなと思ってます。一人の長い夜に揺らめく炎と向き合い、天狗が小太鼓を叩くのをじっくりと待ってみませんか？